ドゥナの戦いは、スペイン継承戦争の戦闘の一つで1712年7月24日に、現在のフランスノオール圏のドゥナにおいて、プリンツオイゲンとアルベマール博、アーノルド・バン・ケッペル率いる、オーストリア・オランダ同盟軍と、クロード・ルイ・エクトル・ド・ビラール・ゲンスン率いるフランス軍の間で行われた。フランス軍は、同盟軍のフランス侵略を防ぐため、 サンブル川沿岸都市のモブージュからスヘルデ川と支流のサンセカはスカルプ川に及ぶ防衛線を構築していたが1711年のブシャン包囲戦で中心点のブシャンを同盟軍に奪われスカルプ川とスヘルデ川周辺のほとんどを制圧された。しかし同盟国の一角であるイギリスでは政府主犯のロバート・ハーレイとヘンリー・シンジョーンが戦争の切り上げを模索して フランスと秘密交渉を行い、和睦の一環として、同盟軍の総司令官である、マールバラ公、ジョン・チャーチルを非免、公認のオーモンド公、ジェームズ・バトラーには、フランス軍と戦わないよう言い含めていた。1712年に、プリンツ・オイゲンが、同盟軍司令官となり、フランス防衛線の突破を図るべくスヘルデ川を、渡化して、ドゥナの町を占拠し、補給基地とした。オーモンドは、 イギリス軍の司令官として、オイゲンに協力する立場に置かれた。ところが、5月21日にシンジョンから、オーモンドに戦闘を控えるべきとの命令が届くと、イギリス軍は動きを停滞させ、オイゲンらに、不信感を抱かれた。和睦交渉中に同盟軍が勝利して、勢いづいて、和睦を不意にされる恐れから、ハーレーシンジョンは、オーモンドに戦闘中止を伝えたのだが、イギリスは、 同盟軍と対人中のビラールとも内通しているため、同盟軍は分裂の危機を迎えていた。6月になりオーモンドは、オイゲンとオランダに、イギリス軍を動かさない理由を問い詰められても、言い訳に終始して、動こうとしなかったため、同盟軍は、ドゥナから、南へ流れるスヘルで川支流のセル川を渡り、イギリス軍抜きでルケスノワの方位に取り掛かった。ルケスノワは、ドゥナから、東で、 ドゥナとモブージュの中間点に位置する都市で防衛線の拠点の一つでもあった。7月4日にルケスノワを落としたが、包囲中にイギリスとフランスの停戦協定が成立。16日にイギリス軍は協定に基づき戦場から離脱した。和睦の証としてダンケルクは19日にフランスからイギリスへ譲渡されたが、離脱した軍隊は1万2千人のイギリス軍だけで、残りは オイゲンの下に止まることを選んだ。オイゲン率いる10万5千人のオーストリア・オランダ同盟軍はビラール率いる12万人のフランス軍と決戦しようとし、ルケスの輪から防衛線を突破して南のランドルシーを包囲、フランスへの進撃を目論みながらビラールを待ち構えた。また高地を占めようとしていたが、イギリス軍が急遽帰国してしまったためこちらは実行できなかった。 フランス軍はセルガー上流のルカトカンブレジの南東マザンギアンに駐屯していた。ビラールは同盟軍が東に突出しすぎて多くの兵を咲いている点と補給路であるドゥーナとランドルシーの距離が大きく離れている点に目をつけてドゥーナを奇襲しようと考え、まずはオイゲンの牽制に動いた。十二日にビラールはセルガーを溶かしてランドルシーの包囲軍と対峙。 騎兵を前進させ攻撃に出ると見せかけた。次に23日の夜に騎兵を引き上げさせ、3万の軍をセル側に沿って北上させ翌日の24日朝に、アルベマール率いる1万人のオランダ軍が守備するドゥナに到着、騎兵を周辺の橋梁の確保に送り込んだ。そして不評でドゥナを攻撃、オランダ軍の増援を橋梁で阻止し、これを占領した。オイゲンは、 急いでドゥナへ向かったが救援に間に合わず、アルベマールとオランダ軍はフランス軍の捕虜になった。戦後もビラールの勢いは止まらず、31日にドゥナから北の補給基地であるマルシエヌも奪い物資と兵員を手に入れ、補給路を断たれたオイゲンは8月にランドルシー包囲を中止、北へ撤退するしかなかった。9月から10月にかけてィラールは、デー、ルケスノワ、 ブシャンを奪い返しソヘルデ川とスカルプ川流域を確保数ヶ月でフランス軍は過去数年にわたり失った都市を回復することとなった。ビラールの活躍で他の同盟国との和睦交渉が進み翌1713年のユトレヒト条約1714年のラシタット条約締結につながった。ボルテール p p よ P 三百十七、P 三百三十三、P 三百三十七、P 三百四十八、マッケー、P 百八十一、P 百八十二、ボルテール、P 百三十三、P 百三十六、トモキヨ、P 三百四十八、P 三百五十、マッケー、P 百八十二、P 百八十三、ボルテール、P 百三十六、P 百三十七、トモキヨ、P 三百五十、P 三百五十二。 マッケー、,P183P185 ありがとうございます。